です。お疲れ様です。よろしくお願いします。こういう感じか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕の場合はするしないというマイナスになるので、お湯はギリギリ沸かしますね。はいはい、でもアミューズすっごいですよね。ないものを探す方が難しくないですか。友達になりたいです。楽しくみんなで仕事したい。そこは割とフラットにお付き合いさせていただいてます。僕の場合はするしないというよりマイナスになるので、マイナスしないってゼロじゃないですか、はい、マイナスなんてやらせない方がいいと思います。自炊なんて自分にやる気 もない、まだ目覚めてないんですよね。カップ麺が僕にとって自炊だと思ってるぐらい。お湯は沸かせるんですね。じゃあ結構そういう感じで来るようになりました。お湯はギリギリ沸かしますね。SNS 結構ご覧になりますか。なんか自分自身はほぼ見ないんですけど、うん、教えてもらいますね。身内から言われたり家族からとか、あこんなことを書いてあったよとかですかね、うん、まあいいことも悪いこともあるんでね。またインスタとかもやっぱまあ音楽とかダンスとかファッションとかアートとか好きなんで、まあヒントにはなるし、まあ単純に見ますね、うん、TikTok はほぼ見ないですね。なんか一時期ちょっと見てたんですけど、あれもうしばらくの時間無駄になるじゃないですかこうやってやると、ね、そうだから見てないですね、うん、TikTok は。アミューズの方と交流があったりしますか。あ何人かいますよ。やっぱり20代の頃とかに共演してきた俳優仲間、うん、割と同世代の仲間とかもいたりするんで、22歳のまあナユタっていう俳優の男の子がいるんですけど、数年前にね、あの黒羊っていうミュージカルをやらせてもらった時にまだ声変わりもする前で共演してて、それぶりについ最近あの僕の舞台見に来てくれて、感慨深いなと思いながらも、あ俺の方が今後輩なんやって思ったりもしましたね、はい、でもアミューズすっごいっすよね。人の数、会社とか行ってもいっぱいいるなって思って、ないものを探す方が難しくないですかっていうぐらい、それぞれのやっぱプロみたいな方たちが一つの会社の中に集まってるっていう、その集合体みたいなのがすごいなって思いますね。まあ単純にあとはまあ興味ありますしね。なんかやっぱ自分もこういう表に立つ仕事やりながら徐々になんかそうやってスタッフさんとかの仕事にも徐々に興味持ち出すようにはやっぱ年齢的にもなってるんで、うんはい、単純に友達になりたいですねみんな、うん、結構どなたとでもこう人見知りなくいけるタイプですか。あ本来はめっちゃ人見知りなんですけど、最初の印象っていうか最初どういう始まり方するかで結構この先の付き合い方が割と定まっていく気がするんで、初めに自分がどういくかみたいな、楽しくみんなで仕事したい、うんじゃないですか。なんか別にアーティストとマネージャーさんとかアーティストとスタッフさんとかっていうなんか分け方を別に俺はしなくていいかなとは思ってるので、なんかそこは割とフラットにお付き合いさせていただいてますこんな方に会ってみたいいらっしゃいますか。誰だろう。いろんな人に会いたいようで会いたくもないっていうのはありますね。あでも、はい、あの 3LDK 水田光輝と上原拓也平間総一の3人はみんな過去に共演歴があって、はいあのまあ、世代も割と近いところで、それこそ拓也なんて僕が初舞台18区の時に拓也はその時から一緒だったんで、うん、俺もアミューズ入ってから会えてないので、うん、なんかお互いもう今この年齢になってあの20代のあのフレッシュな時とはまたちょっと違って、なんかお互いどういうテンションなんだろうなっていうのは一緒になんかご飯行ったりお酒飲んだりしてみたいですね。でもみんな一周会いたいですけどね先輩方みんなライブとか見たいです。なんかこれを機に見に行かせてもらったことありますけど、それこそサザンオールスターズさんとか福山さんの
コンサートとかいろんな影響も受けるし勉強にもなるし。じゃあ最近見た、はい、映画、最近見た映画だったらあのザ・クリエイターっていう映画見に来ました、うん、あの渡辺謙さんが出てる、はいはい、あの AI の、うん、あと舞台とかだったら生で見たことないんですけどディズニープラスで配信されたあのハミルトンってねミュージカルがあってもしいつか日本でやるならぜひとも出たい。日本でやるってなると結構その訳すのとかいろんなことが多分難しいことが現実的にあると思うんですけどいつかもし日本でやるならぜひともやりたいっていうのとあと MJ も見たいですね。マイケル・ジャクソン昔からすごい好きなんで、はい、やっぱ歌って踊るアーティストのやっぱ頂点にいると思うんで、まあ、そこにやっぱマイケルに影響を受けてずっと続けてきてた部分もあるんでやっぱ MJ はぜひ見に行きたいですね、はい、単純にブロードウェイでまだ生で見たことないのでアミューズさんに連れてってもらいたいですね連れてってください。改めてちょっとじゃあ告知というか、そうですね、未来の俺がどうなってるのか、うん、ジョジョってもう相当人間離れしてるというか、うん、物語だしキャラクターもそうなんですけど、まあ、実際現実の世界で僕ら実際生身の人間が演じるので1回公演じゃないのでやっぱもう何回の何十回もやって最後兵庫県で終わるので、まあ、千秋楽でぶっ倒れるように。最後は兵庫県ですね。じゃあそうなんですよ、兵庫県、あのそれこそ自分もそうだしダブルキャストの有沢君も兵庫出身だから一番最後は兵庫公演になってるんですよね。お二人の地元で終わるという、うん、打ち上げたいですね打ち上げができる時期やったらいいんですけど ね、うん、ね、ね、まだわかんないですからね、どうなるか。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやいや、ありがとうございました。雨降ってねえよね。お休みで雨降ってよかったですね。よかった、はい、お疲れ様でした。帰宅部、お席です。私は覚えています。俺食べてるから大丈夫だよみたいに言ってくれて無視しちゃうカレーって母親の味みたいな感じじゃないですか。時間見てまだいけんなって言ってヤモニをこう持ってきたら羊羹食べて座長主演って呼ばれることが多いです座長シンデレラのコスプレをして走り回るチューみたいなしてこれどんどん返していくっていう一緒に年越したんです。私はケムさんとお風呂に炭酸水4本入れるとか。家にまっすぐ帰らないとダメなんですか。どこへんだね。違うよ、そうだ今思い出した。私も大泉洋さん、グレートミオンゴルフに連れてってください。お願いします。寝ないならポケモンしてチャンネル登録お願いします